マジ可愛かったか。一応美人かな。まあね。別に甘くしようが、甘ったるい話聞かされようがね、ここは喫茶店だから構わんよ。砂糖はいくつだ。ちゃんとストップって言えよ。藤崎さん、あのよかったら俺と。ダメ、僕くんと二人きりになろうなんてダメ。藤崎さん、もうあんたのせいで。ごめん、今の私が。こっちこそごめんね、毎回迷惑かけちゃって。でもあの人に悪気はないと思うんだ。悪気がない顔じゃねえ。ここに下宿するんですよね。二人っきりで暮らすんだ。ああ、そうなるな。もうすぐ夏休み、一日中二人っきり。二人っきり？いや、まあ。いちか先輩！はい、単刀直入に聞きますけど、先輩はカイト君のことどう思ってるんですか？おびのそれが余計なことだって言うのかな。全然わからない。トールさん、ゆいなさん。レッツパーティー。よく来たわね。クグリフス様、このダメ師匠、いい加減グレン先生にまとわりつくのはやめてくださいな。ほら、ソーベンティッド、いたの。もう帰っていいわよ。豊島のくせに少年ばかりたぶらかす悪い癖はまだ治っていませんか。あなたこそ、その陰険で嫉妬深い性格を直せていないようじゃない。ミサちゃん、その格好で出るつもり。は？そうだよ。アイゾは。背中のキスマーク、みんなに見られても。すいません、これで勘弁してください。こんにちは、ローラさん。化粧直しよ。今日は君が来ないからって手を抜いてたみたい。ねえノル、あんな化粧女ほっとこうよ。そうはいかないよ、彼女は僕の担当なんだし。ノルのバカどん。千鶴さんとエッチはできますか。だってそういうことでしょ、跡取りなんだから。いや、ちょ、できませんよね、レンタル彼女ですもんね。私は覚悟できてますから。私は誰よりも将来のことを考えて言ってるんです。じゃなきゃこんなとこ連れてきません。こういう距離の縮め方は嫌ですか。誰この子。もしかしてカイの。違います。じゃあ何。私はお姉ちゃんさんからカイト君のことを頼まれているものです。ですからここにカイト君をいさせるわけにはいきません。先輩、カイト君は黙ってて。すいません。いいじゃない、恋愛は自由よ。随分と年上のようですけど。年の差なんて関係ないわ、カイト君は高校生です。愛に障害はつきものよ。私はルース、恥じる必要はない、もっと胸を張るといい。ってあれ、桜庭先輩。瀬戸美くん、もう来てたのか。で、なんだ、どうした。まだ止めてる。そろそろ自己記録更新だ。更新したらやめるからなって言ってます。うう、なんか悔しい。あと5秒。4 3 2。そうでしょ。やった、記録止めた。お前の息じゃなくて息の根を止めてやろうか。
遅い。もう帰る時間はとっくに過ぎてます。結び心配です。あれほど時間厳守ときつく言い渡したというに、二人きりで楽しくて時間忘れちゃったのかもね。我は探しに行くぞ。あらあら、クーちゃんにまでやきもち。リホフラロイド様、ロイド様、ロイド様。あ、もしかして先日の。はい、あなたのセレンヘムアエンです。あなたも軍人志願だったんですね。で、あなたは一体何者ですの？バカ野郎、この女！お前の目は節穴か！節穴だ！お前何考えてるの？このクズ、バカ！へえ、この間二人でこんなことしてたんだ。違うのよ、これは私が一人だった間に。神様のバカ！バカ！バカ！なんで僕が叩かれる？スミキさん、イオさんと一緒になれなくて残念じゃったね。ぽい。でも勝てばおとなしくんに一つお願いできるね。あ、お願いなんて別にないわ。私、おとなしくんをデートに誘ってみようかな。キャッ。なら私もそのお願いにしようかにゃ。キャッ。ジョウタンジャユコン役者。それは興味深い関係ね。違います、ガキの頃カップルを決めるような感じの遊びが流行ってて、俺ら席が隣同士だったからクラスの奴らがそういう感じに仕立て上げて。うん、つれない、私はかなり本気だったのに。相手にはしねえけど、憧れの目線は楽しみてえな。私に惚れてるタガミだっけ、会ってやってもいいし。え、タガミは今同じクラスの女子狙ってて。タガミとお前に体のどこかの骨がアロエゼリーになる呪いをかけておいた。なんで俺まで。体育頑張ってね。やめて。今の誰？ちょっとさや、苦しいってば。いいから答える。さっきの誰？ご対応にもこれじゃん。昨日アヤトと決闘したという序列1位。そうそう。ということはあれで中等部の1年。世界は不公平に満ちている。二人は次いぞ。ありえないわ。しまった。そういう風に見えるのか。まずいぞ、二人まで巻き込んじゃう。ほれ、あーん、ほら、こぼれてしまうぞ。うまいか、シュク。白井さん、あーん、準備運動、私とペアを組んでいただけませんか。いいですわね、園川さんは。え、世界が嫉妬するほどの美しさを誇る全校生徒の憧れ、あの凛々しく気高き美王様のお気に入りですものね。大歓迎するけんの。9月6日、28時間爆睡。クロー先輩とサキさんが二人きりで会える時間をたっぷり使ってしまった。今なんか先輩、あ、うわ、疲れてるならもう一泊してもいいし。なっ、サキさんの匂いがする。そんなバカな。上杉くんすごいね。ありがとう、さすが学級長だね。5人のこともっと教えて。は、ほら向こうにもう一人。はーい、ヤツガちゃん。あの女性とブータローにベタベタと。いいじゃないですか、きっと彼も変わってきてるんですよ。でも少し焼けてしまうのもわかります。友達と。ありがとうシェフ。